ま第6山行ってみますかね。行ってみますか。いいや。いいや。てか、ファンガイさんとかどうなるんだろうね。どうなんだろうね。前回とんでもないメッセージを残して帰っていったけど。ちらりと。あ、もちかちゃんいない。え、ほん、早くね。あ、いるー、ここに。早い早い。早っ。それやべえわ。じゃあ頑張んないといけないわ。そうだね、あの、マールの検証演プレイでやんなきゃいけないわ。あはは。あ、いるいる。ほらほら、フレディさんあそこにいるよ。ほんとだね。まあ、フレディさんを基本こうやって眺めつつだよね。あ、ピカッチ。今これあれだよね、チカちゃんがちょっと、あ、いなくなった、チカちゃん。でもいなくなった、もう一瞬、早い動画。早くない？5夜目とレベル違くないこれ。ちょっとでも目離したら終わりレベルだよね。そうだね、一瞬の隙ついてくるのか。フレディさんのお目目しか見てないよ、私。え、いきなりこのモード始まっちゃ、あ、板棒に。あ、いる。嘘だ、やばいやばい、嘘だ、この間いられる、危ない危ない。今手前にいたでしょう。まったく、いらせる。いる。あ、いるわ。フレディさんはまだそこにいる。まだいる。早いって。あ、ボニちゃん移動した。今のボニちゃんだよね。あ、いなくなった。あ、いなかった。え、黒。今これカメラあれだね、あの移動してるんだね、きっと。あ、でもフレディさんまだあそこにいらっしゃる。ああ、はあ。ボニーちゃんって瞬間移動できんのかな。ああ、そういう機能ある。なんか、あいつに。あいつ自体にそういう機能ある。あ、いる。あ、いいね、いいね。ね、あ、いない。まだ1時ですよ。そう、こんなに行ったり来たりする、みんな。やばー。さ、だって場所バレとるやん。あいつなんかいるなーって思われてるよね。瞬間移動できるならもうここ来ちゃってもいいんじゃないのっていう。ってこんだけカメラパタパタしてたらあいつ生きてるなってバレてるよね。バレてるバレてる。あれかな、人間かエンドスケルトンかの境目でちょっと迷ってるのかもしれない。どっちかなって。今結構ロボット的な動きしてるからバレてないのかな、ギリギリ。あ、確かに。あいつ同じ動きしかしねえって。もうね、フォクシーちゃんは多分、うんうん、画面を見てれば大丈夫と踏んで、うんうん、一旦あのフレディさんと見つめ合う作戦で行きますね。うん、そうだね。いる！いる？あ、いた。今もう俺の目には見えなかった今。早すぎて。いる、まだいる。なんかトムとジェリーみたいなシルエット。まだいる。やばくない？まだ2時でござんすよ。本当よ。あ、いた。ワンちゃん、これであの奇跡の一発クリア見せれたら嬉しいね。嬉しいけど、そんなことない。フレディさんは一応まだあそこにいてくださってるね。うん、あ、移動した。いなくなったか。みんないなくなった。そして誰もいなくなった。あ、チカちゃんいた。あ、チカちゃんいた。あ、いる！あ、いた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 。君、早いね、移動ね。あ、いなくなった。ああ。ボニーたん、動き、あの、左か右かにいるとき、ずっといるときあるけどさ。うん、あの意外と6夜目ってこのすぐいなくなってくれるかもね、動きが俊敏だから。確かに一生居続けるみたいな。うん、5夜目作戦はされないかも。割とやられたよね、5夜目の時。いた、両サイドにずっといるみたいなことをね。全くもう来る頻度がえげつないね。うん、そうだね。それで電気がなくなっちゃうんだろうな。うん、もうボニーちゃんいないのをここで確認したら、ここでライトつけて確認するみたいな作業も無駄な作業になっちゃうかもしれないね。あ、そうだね。いなくなった確認ぐらいはライトつけなくてもできるかもしれない。うんうんうん。いる。あ、いいねいいね。なんかいると叫んでしまう。あ、いなくなったね今。いいね、素早い判断。自分が信じられなくて結局聞こえちゃった。無理だよ、だっているかどうか不安になるもん。今あの生活用脱の権利を相手に奪われていけないよこれ。なるほど。こっちでちゃんと。ボニーちゃんキスに。今回は割と活発なのボニーちゃんだね。ほんとよ。あ、ボニーちゃんいなくなったね今。これは私を信じられる。うん、そうだね、あの影はそうだね。あの影は、あの耳はさすがにボニーちゃんだわ。いる。毎回いるたびに叫んでしまう。まだいる。かわいい。かわいい。見てる。まだかわいいと思える余裕がある。ここでボニーちゃん見たときは左確認しなくてもいいのかな。あ、確かに確かに。まだあっちにいるでしょっていうことで、うん、でもあの子割と瞬間移動するんよな。あ、もっとゆっくり行く。ちょっと私ロボットすぎる。いる。いたわ今あのボニー。あれ、え、待って、それボニーちゃんの影じゃないの。いや手前にいるの。そうそう、え、わ、チカちゃん、そんなことないよね。え、近すぎてガチ恋チカちゃん。ガチ恋チカちゃんかな。いやでも頭生えてるもんね。
頭生えてる。あの影確実に頭生えてるよねあれ。頭生えてた気がするんだけど。いやあ。でもこれあピクシャー。これはあやばい。なんか超常現象が。定期的にこの超常現象起きるのも結局何なのっていうね。いや本当よね。なんか顔はフレディさんに見えるんだけど、こういつに出てくるの。いや多分そうだと思うけどね。ピカチも来るの早いけど去るのも早いね。そうだね。いやー、あ、まあ、こんな早いね。みんな行ったり来たりすごいね。いなくなったね。いなくなったね、早いね。速度がお化けなのよ。早いね。このいなくなる速度は。質量のある物体じゃないのよ。いや、ほんとよ。動く原理は幽霊だったとして、結局質量のあるロボットさんでしょ。それはそうなんだよ。側がそうだからね。あ、いなくなった。もうなんで霊的動きができるんだって感じだよね。動きすぎ、あ、いる。あ、すごいね。めちゃくちゃいる。アボに決めた。移動した。あ、でもなんか来なくなった。このまま。そうだね。ちょっと落ち着いた。で、このままフィニッシュまで。来ないのを祈って。うん。いや、行けるのか？みんな来なくていいよ。いや、本当来ないでくれ。頼む。もう大丈夫だから。君たちの生活を脅かす警備員じゃないので。いやそうですよ、我々は。僕悪い警備員じゃないよ。そうよ、我々。あ、もうやばい、やばいぞ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 。最後の電池の減り早っ。え、もう落ちてるよじゃん。すごー。多分、いや、あの、絵で見て確実に難しかったよね、今。めっちゃ運良かった、もしかして。ねえ、神運。え、すげえ。あれ、ちょっと時給上がった？本当はちょっと上がったかもしれない。天5ドル。うんうん、天5ドル。やばー、いけちゃったよ。いけちゃった。星2つになった、星2つになった。星2つです。じゃあこのまま星3つ目目指さないとね。どうしよう、一回切ろうかな。そうだね、その続きは別の動画で。多分長引きかもしれないから。一旦切ります。一旦切ります。バイバイ。バイバイ。